カタールの青空にこの歌声が響き渡った時、それまで肩を落としていた選手の背中が一瞬気合で高まるのを僕は見た。まるで歌声に背中を押されたかのように。上を向いて歩こう、僕らがついているのだから。胸を張り戦え、進め青い勇者。遠い国、空の下で君を守ってる人がいる。夢のワールドカップにはあと少しのところで手が届かなかった。でも僕らの熱い気持ちには何の変わりもない。体の底から込み上げてくる興奮、全身を包み込む感動、彼らはいろんなことを教えてくれた。これはどんどんは、そんじゃそこいらにはないぜ。お疲れ様、そしてありがとう。僕らの日本代表を応援する、彼らを信じ、彼らの勝利を疑うことなく見守り続ける、それが僕らの誇りだ。上を向いて歩こう、僕らがついているのだから。胸を張り戦え、進め青いユニフォーム、進め青い勇者。くれました、はい、おかえりなさい。いや、それとあとさ、テレビの前できっと代表誰か見てると思うんだよ。お疲れ様です。みんなの話は後でじっくりと聞きたいなと思ってんで、びっちりと、ね、テレビでちゃんと生で今日は来てください。お願いします。というわけでもう一人忘れちゃいけない、お疲れ様です。日本サッカー界準決セルジオ、ただいま。さあですね、セルジオがですね、国際電話したのですごく怒りまくってたの私は知ってるんですが、他局の番組ですね、いろいろですね、タラレバですね、メソペショ知ったこと言ってるんですけど、サポーターズ番組 J リーガー王としてはもうダメですよ。次のフランスに向けてフランスにいかに勝ち残るかっていうのをですね、早速セルジオぶった切っていただきたいと思います。今は反省の時間です。はい、ですね、それではどうすればワールドカップに出られるのか、はい、セルジオさんに分析していただきました。 VTR ご覧ください。プロフェッショナルのプレーヤーである以上、どんな手を使ってでも勝ち取らなければならないものがある。結果の伴わないフェアプレーが称えられるのはアマチュアの考え方。この試合に勝てばワールドカップ出場というイラク戦、1点リードで迎えた終盤、松永は時間稼ぎをするため何度もボールの位置を確認し、結果警告を受けた。なぜこういったプレーを全員ですることができなかったのか。ワールドカップに出場するためにはずるいプレーも必要である。日本が3対0で2次予選初勝利を挙げた北朝鮮との試合、人々はこの圧勝に沸いたが、冷静に見ればあと2点は取ることができた。そしてその2点があれば日本はワールドカップに出場することができた。取れる時に貪欲に点を取ること、それがワールドカップへの道につながる。古今東西、強豪と言われたチームには必ずと言っていいほどフリーキックの名手がいた。
例えばブラジルのジーコ、フリーキックで直接ゴールを狙えるということはそれ自体が決定的な武器である。ドイツにおけるリトバルスキーもやはりそうであった。しかし今の日本にはその武器がない。コーナーキックでは高い精度を誇る数も、フリーキックを直接決めることはまずない。司令塔であるラモスもしかり。フリーキックで直接ゴールを狙える選手がいれば得点チャンスも広がり、ワールドカップへの道も必ずや開けるはずだ。とってもね、これ選手見ててくれたら嬉しいんですけどね。そうですね、まあ、負けたからじゃないんですけども、うん、これからも切り替えてね、はい、何が足りなかったかっていうのは、まあ、交代のタイミングとか選手の軌道とかコンディションとかいろいろことをね見直してやっていかなくてはいけない。でもう一つはやっぱり、負けるということを全て10秒で全て惜しかったとかそういう甘さじゃなくてね、やっぱり劇的に負けるということは人間を育つから。これはブラジルのサッカーで、まあ、ちょっと古い歴史ですけど、はい、1950年にブラジルでそのワールドカップ その大会をやって、ブラジルが圧倒的に強いと言われてて、決勝戦20万人のマラカナスタジアムの中で先取点取って、はい、でウルグアイに同点に追いつかれて、もう残る全日本と同じくもう劇的な負け方したんです。でも沈んだんですね、国もスタジアムで。あれからブラジルのサッカーが強くなりだしたんです。1958年からずっと勝ち出したっていうね強さになったんですからね。やっぱり20年前以上ですもんね。野球のファンもご存知ですけども、近鉄がロッテと劇的な負け方をして次の年優勝したっていうね、はい、あるいはそのラモスと飛行機で帰りにね、神様が決めたから決してあれは取ったじゃなくて我々にくれたじゃないかと。もしかそうです、もしかしたらまだ今の J リーグで甘いんだと、日本はもう少し強くなってきたらちゃんと生かしてあげるっていうね、ラモスの言葉が、まあ、全てであるじゃないか。そこにまあみんなで反省して足りないところを直していけば次のワールドカップあるけども、これで甘くみんな迎えてね、花束やらよくやったと感動しただけではちょっと難しいじゃないかなと。僕らもなんか前評判以上に大活躍してくれちゃった選手にちょっとお調子に乗りすぎて、なんかもう何でもいけるように思っちゃってたのかもしれないですね。そうですね、10秒が日本のサッカーを育ってくれるかもしれないですね。チャンスですね。そうですね、はい、はいはい、ということで CM の後はカタールでも大活躍してくださいました、今日皆さんいらしてくださってますけど、ウルトラス日本の皆さんにお話を伺いたいと思います。この番組は東宝株式会社とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ウルトラスのみんなにもね、こうやってバシッと座ってもらったんですけど、まあ俺をはじめですね、こういうバカ野郎オエルダーはですね、10月26日のハードルを超えたことをともすれば忘れがちだったのね。だから10月26日の韓国戦に勝たなかったらば、もうイラクもやったくれもなかったということで、 10.26 僕も今回初めて知ったんですけど、朝日とその約束をして、まあちょっとねそれがどうなったかっていうのを VTR にしたので最初に見てもらいたいと思います。日本が韓国戦を迎えたその日、スタンドではサポーターたちが応援の準備に入っていた。セルジオも姿を見せ、リーダーの朝日君と勝利を誓い合う。ラモス、俺ら応援してないと追い乗ってる。いや、僕らはもう、なんていうの、勝てなくなるまでやります。今日はね、よりによってね、朝ミサンゴが切れた。おお。え、どれ見せて。2020件。お、朝日くんは藤木が送ったスピーカーでサポーターたちを一つにまとめる。試合開始に向けサポーターもいつにも増して燃えていた。そしてついに運命のキックオフ。朝日くんをリーダーとする日本サポーターの応援は一気にボルテージを上げた。朝日たちとの約束で俺も国立でその瞬間を迎えようと思って来てみました。朝日くんとの約束、それは
韓国戦に勝ったら試合の終わる10月26日に国立競技場に行くということだ。日本は8年前の10月26日韓国に敗れワールドカップ出場を逃した。その2年後の10月26日にもまた中国に負けオリンピック出場を果たせなかった。それは二度ともここ国立競技場が舞台だ。国立にはすでに多くのサポーターたちがいた。宇治木も彼らの仲間入りを果たし、早速カタールに向け熱い声援を送った。一方渋谷にある J クラブでは、今日は勝ちます、勝つために来ました、カタールで頑張れ、この日本で頑張れ、朝日頑張れよ。頑張りましょう、カズ入れてくれよ。その願いが通じたのか、カズが決めた。サポーターたちの興奮が一気に頂点に達する。国立もこの盛り上がり、宇治木も大興奮。やったやるぜ、よしよし、めちゃくちゃ燃えるよ。燃えるぜ。よしよし。誰もが日本の勝利を信じていた。あとは試合終了までの時間をしのぐだけ。そして試合終了、この瞬間日本では日付が10月26日に変わっていた。これまで勝てなかった悲劇の10月26日、歴史は変わったのだ。やったね、やりました。予想通り今日試合はまず2、3が切れます。そして僕はあの3試合連続得点者当ててます。今日はカズがこぼれ球で入れると言ってた。どうですか。でもまだ気は引き締めなきゃいけません。あと1試合絶対勝ってみんなで一緒にアメリカ行くと思います。アメリカ行こう。アメリカ行きましょう。朝日たちと向こうで約束してきて、それであいつらもカタールで、きっとうまい酒を飲むと思うんだ。一番最初に日本でうまい酒を飲みましょう。OK。それで、くれぐれも未成年の方は気持ちだけ一緒に飲みましょう。アメリカ行こう。国立のサポーターは宇治木ともどもこの後勝利の美酒に酔いしれることにした。しかしすごい着替えて、じゃあ明日会社大丈夫、終わってください。よかったらでも勝ってね。サラリーマンサポーターは次の日朝が早かった。さあ頑張れよ、勝つんだ、勝った。だけど国立に続々とサポーターが集まってきた。みんなさ、それぞれのサッカーの思いぶちまけてさ、ここで熱く語り合おうよ。イエーイ。結果として日本はアメリカへの切符をつかむことはできなかった。だが日本にはどこにも負けないこれだけのサポーターたちがいるのだ。きっといつか彼らの夢が叶う日は来る。いやもう見てられた中ゆうゆう仲間あもう急にそんな、なんかボロクソ言ってたやつ言いましたよね。いない間にあいつは奪ってやるとか言ってね。うん、でもやっぱりおめえだおめえだよやっぱウルトラスは他のサポーターやっぱ目つき違って分かっちゃうね。やっぱ目がねやっぱ変だよ本当に。朝日頼むよと言った時にあの目の座り具合が本当いつも なんですか、まあ、いい目してるけどさ、でもあれやっぱ韓国戦の勝った感動それ忘れちゃいけない。忘れちゃいけませんよね。だから今まで 10.26 今までずっと泣いてきて、実はこの中国戦、韓国戦、中国戦の後にもう一回日韓定期戦やってるんですよ、うん、その時も負けてるんですよ、うんうん、これ、角田君だったね。こいつを持ってきて、まだ持さないで持ってきてくれたんだね、うん、これは由紀さんの前でね、燃やすの約束だから、うん、ここで持つってんだけど、スタジオで持つってんだけど消防法引っかかります、はい、まあでも、20日間知ってんだで、今度は 10.26 はもう僕ら
消し去ることできたんで、もうノーマー 10.28 ですか、どんどん気を引き締めて、今までずっと考えたものを今回やってくれました。そんで韓国との戦いも、もう3試合オフトになっては1試合も負けてません、うん、2勝1分けですから、もうもらったようなもんですね、うん、それでもう 10.28 のことをもう忘れずに、僕らは一生懸命戦ったつもりだし胸を張ってやるけれども、何が足りなかったか、うん、僕らのサポートの中でもね、いろいろ反省することがあって、うん、最後の残りなんでキープしろとか、オーレオーレっつって選手を乗せてあげてボール回しさせてあげれなかったのか、そういうところとか、僕らあの日はちょっといつもと違ってちょっと悪だったんですよ。試合前にイラクのサポーターを煽って精神的優位に立ってやろうだとか、まあでも勝つためには仕方ないんですよ。それででもイラクのサポーター本当にシュンとなっちゃったんですよ。あと僕らやっぱり初めての経験ですよね、こういう戦いって目の前に来たって、もう浮き足立つ人も出てきちゃったし、僕らたった10秒足りなかったけれども、これから4年間その足りなかったものを何か考えて気を引き締めて、絶対4年後は行きたいし、その前にオリンピックも出したいし、アジア大会勝ったし、もうインターコンチネンタルカップアルゼンチン潰せる。でもな、試合終了後のイラクのサポーターたちのクラクションっていうのが、もうたまんなかったし、こんな俺らがな。あと僕飛行機で帰ってくるときに、サウジの選手と一緒だったんですよ、みんな飛行場で、僕だけじゃなくていろんな人が聞いてるんですけど、僕はたまたまマジアブドラ、あの砂漠のペルに聞いたんですけれども、彼はもう日本は次必ず行くと、なんでかというと僕らも4年前アジアチャンピオンとして臨んで負けた、その時は行けるはずだったのに負けた、日本は今それと同じ気持ちだと。そして次行くのはフランスに行くのはサウジと日本だ、サウジは今回行ってその勢いがあるから行ける、韓国は今回行けたのは今までのがあるから行けたと。でも日本とサウジが行く理由に、柱谷やラモスには悪いけど三浦や中山や井原やいい選手がいると、そいつらが中心になったら絶対勝つよって言ってて、なぜ韓国行けないんだって聞いてみたら、韓国は日本にも勝ってないしサウジにも勝ってないだろうって笑ってました。ベスト3だと勝利韓国任してる日本だけなのね、あとは全部引き分けだから。でも応援で守れっていう応援が今までなかったっていうのを俺電話で言ってたじゃない、今まではチャレンジャーだったけど、そこまで上り詰めてきたんだね。だから結構僕ら年齢的にまだ若いから、もっともっと見てる人が、一言僕らに言うと、お前ら早っ。で実際見てて後で見たけど、応援めちゃくちゃ早いんですよ、サポートは。まずかったんですよ、絶対大丈夫な、4年間で年取るしね、スピード落ちるって。いますよ、本当に LGO の駅に近づきそうだよね。というわけでね、またね、どんどんね番組で出てよ、チャンスだったら。お前話聞きたいし、なんとかそれでね、サポーター番組として J が午後頑張っていきたいと思ってんで、ウルトラスよろしくお願いします。先週のですね、プレゼントプレスキットですけれども、 10.26 の日付で送ってくれてくれた人たくさんいます。3000通来ました、あがき。すごいたくさんいただきました、ありがとうございました、こちらの方にベプさん、おめでとう。おめでとうございました。あと来週これですよ。あそうなんですね、プレゼントしてくださるそうなんですよ。これね、帽子とね、してくれてウルトラスカウレ。というわけで最後しちゃおう。おお、いってます。もう J リーグも始まるぞ。